When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight. If you need help, if you need help, I'll shut down the city lights. I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll ザ・プリンスビラ軽井沢に到着しました。イエーイ。こういったですね、高級ビラに泊まってですね、まあ、このようにいろんなですね、ビラがたくさんあります。早速お部屋の中に入っていきたいと思います。部屋に入りました。こちらにですね、2ベッドルームがあります。こんなね感じになってます。こちらがですね、リビングです。はい、ね、コンロがあってこのような感じになってます。そして、冷蔵庫、ね、冷蔵庫の飲み物はもう完全に無料です。そしてさらにこちらはですね、ベッドルームということになります。はい、まあ、今日はですね、男性陣4人でね、この部屋は、泊まりますけれども、一番ねミニマムなね、部屋でこんな感じになってます。いいですね、どうですか中井くん。最高です、最高です。じゃあ皆さん、軽井沢ようこそお越しくださいました。はい、まあ、今回の達成合宿ということで、たくさんの方が、実績をね上げて参加をしてくださって、ぜひですね、この、時間をですね、有効にいろんなたくさんのものを持ち帰っていただきたいなというふうに思いますので、一人一人が目的意識を持ってですね、過ごしていただければなというふうに思います。で、いろんなね、全員の方ですね、お話をしてたくさんね、吸収して、そして、帰ってからはですね、しっかりと成果につなげていってください。皆さん楽しみましょう。自己紹介させていただきます。今は在宅セミナー講師としてお仕事をさせていただいてます。さて、今から朝食に向かいます。朝食会場は朝から鴨のローストが食べられるってすごいですね。生ハムもいただきます。一日がすごいエネルギッシュになりそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。昼からビール昼からビールです。美味しい。美味しい。昼飲みはいかがですか。最高です。最高ですか。お、なんですか。ミーティング中ですか。ミーティング中です。こんにちは。岡さんどうですか。最高です。最高ですか。天気と緑が最高です。いいですね。お部屋失礼してもいいですか。はい。お、誠司さんこんにちは。こんにちは。ちょっとお邪魔させてください。はい、ここは2階建てのビラなんですね。アニさんどうですか、軽井沢は。楽しいです。楽しいですか。はい、今から夕食です。食べるぞ食べるぞ飲むぞ食うぞ食べ放題。You're gone, gone, gone. You're my backbone. You're my cornerstone. You're my crutch when my legs stop moving.
You're my head start, you're my rugged heart, you're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. どうですか、軽井沢は。最高に楽しいです。何が一番楽しかったですか。たくさんの人と出会えたときに。お仕事の方は進みましたか。めっちゃ進みました。皆さんのおかげで他のスイカ出してる皆さんに見られて、その人の事情を見れて勉強になりました。じゃあこれからどんどん成果を出していってください。やります。これが作れたということで、まさかね、こんな祝ってもらえるとは思わずに。お母さん、サプライズ成功ですね。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。26歳は世界に羽ばたく年にします。よろしくお願いします。おめでとう。はい、じゃあ皆さん、発声合宿は夜のこれからです。朝まで飲むぞ。乾杯。やっぱり達成合宿ってすごいのが、皆さん達成されてる方ってめちゃくちゃすごい考えを持てたり、雑談の中でもかなり、すごいアドバイスをもらえたりしたのでよかったのと、プラス今回は達成されてない方もお金を払って来られましたと。でそういった方々もなんか情報を取りに行くだったり、前向きな方がすごく多いので、なんかいつもの勉強会、さらにはなんか作業会、それ以上の環境がこの達成合宿にはあるなと思って、すごくいい環境を、体験できたので、また次の宮古島、達成合宿も絶対に参加して、もっともっとレベルを上げていきたいなと思いました。ありがとうございました。成功してる人、もうすでに私の理想とする人たちがどんな行動をしてるか、どんないつも作業をしてるか、どういうふうに時間を使ってるかっていうのをすごく見れたこと、あと質問が出た時にすぐに聞けるっていう、この環境がすごく素晴らしいと思いました。遊びに行く人もよし、仕事をするもよし、わからないことをみんなで解決するもよし、すべて自分の選択でこの合宿は成り立っています。どうか皆さんも勇気を持って参加してみてください。そして宮古島、みんなで行きましょう。で今回参加してですね、特に何も決まり事がなくてですね、各自で作業したりとか、雑談したりとか、お酒飲んだりとか、いろいろあったんですけれども、ここっていうところでいろんな話がまとまったりとか、雑談から何かこうヒントが降りてくるっていうようなことがもうすごい何回もあったので、僕自身もまだちょっとこうブランディングの部分とか、悩んでる部分とかあったんですけれども、いろんな人に聞いて、でいろんな成功者の方がいてるので考えは違うんですけれども、それを吸収できる、それがすぐそばにいてるっていうところがすごく良かったです。だから皆さんも、今度ね、宮古島ですけれども、もう僕も必ず行ってますので、宮古島で今度お会いしましょう。やっぱり参加してみて体感してるのは、本当にリアルで参加するっていうことはすごくなんか自分自身にも刺激になりましたし、私の一番今大切にしている生徒にもすごくいい刺激になったなと思いました。自分自身も含め生徒も一緒にニコニコワイワイ参加をして、バリバリ成果を上げて楽しい人生をみんなで作っていきたいなっていうのはすごく感じてます。